ダグラス A-1 スカイレーダー折りたたみ翼は航空機の中期時に折りたためる翼。中期時の占有空間を減らすことができ、特に飛行甲板の面積が限られている航空母艦から運用される海軍の艦載機で広く採用されている。グラマン海4階の主翼を天頂時と折りたたみ時における同一平面占有面積で中期した状態の 比較フェアリーガネットの折りたたみ気候グライダーの主翼と胴体を分離し、格納ドレーラーに収めた状態折りたたみ翼機構は、折りたたまれた主翼が通常は胴体の上側に跳ね上げられることにより、機体が占有する床面積を減少させることで限られた大きさの格納庫内で航空機が占める空間をより少ないものとしている。航空母艦内のハンガーデッキでは垂直方向の 空間にも制限があり、これに収容するためにスーパーマリンシーファイアやフェアリーガネットといった機体ではさらにヒンジを設けて、翼端部を下方へ折りたたむ方式をとり、その一方で、ロッキード S-3 バイキングのように垂直尾翼に折りたたみ機構を持つ機体もある。世界初の飛行機製造業者であるショートブラザーズ社は、関西企業に折りたたみ翼機構を開発して特許を取り、 この特許は1913年に認められた。この木の主翼はヒンジによって胴体に沿うように水平方向に折りたたまれ、通常は胴体後部から張り出さないようにラッチで固定された。1930年代の後半に単容器が副容器にとって変わると、実質的に環状任務の固定翼機のすべてが折りたたみ翼を装備するようになった。 例外として知られているのは、ダグラス SBD ドーントレス、ブリュースター界エ a バッファローや、ダグラス A4D、A-4 スカイホーク、BAEC ハリアーといった機体で、これらはすべて比較的小型に設計されていた。折りたたみではなく、主翼を回転させる機構を採用した機種も、登場している。折りたたみ翼は、固定翼と比べて重量がかさむことや電気系統、 燃料系統、空力形状、構造システムといったものが複雑になるという難点がある。作業の手間を省くため油圧機構で自動化した機種もあるが、これらは飛行中にはデッドウェイトとなる。海軍が使用する多くのヘリコプターは、艦上での収容空間を減らすためにローターブレードを胴体上に沿って折りたためる機構を持っている。テールブームを折りたたむことで全長を減らす機種も、 登場している。陸上機として設計された機体では稀であるが、整備ハンガー内に収容するには、前行や翼服が大きすぎる機体に採用されている。ボーイング B-50 スーパーフォートレス、ボーイング377といった大型機では、ハンガー内に収容できるように前行を低めるために、垂直尾翼が折りたためるようになっていた。ボーイング777双発ワイドボディ機では、 制限のある空港向けに、翼端の折りたたみ機構を持つ方が提案され、ドバイ航空省で発表されると、中東の航空会社3社が発注し、ボーイング社とエアバス社からの約600機の購入予定を表明した。新しい 777X は、アブダビを拠点とするエティハド航空、ドバイを拠点とするエミレーツ航空と、カタール航空からのみで、 発表時の注文と購入予定が224機というワイドボディ機としては新記録となる注文数となった。777X に採用された折りたたみ、機構は初期の777で計画よりも短く90度跳ね上げる構造となり、飛行中には翼幅が7メートル長くなるが、777から300型と同サイズの空港ゲートに適用できる。 サーブ37ビゲンは、狭いひとハンガーに格納するために垂直尾翼の折りたたむ機構を搭載している。主翼を取り外す構造であれば稼働機構が不要となり、重量や強度の面で有利であるが、荷重に耐える接続部の構造補強や取り外し作業にかかる時間が無視できないため、牛舎や倉庫のような場所への隠蔽を考慮したサーブ35。 ドラケンが一部を外しやすくした以外に採用例はない。グライダーでは主翼が長く取り回しにくいことや軽量で機体への負荷が少ないため主翼をピンで固定し陸層や格納時に外す構造が一般的である。可変翼は飛行中に翼平面型を変化させるために可動機構を有しているが関西機ではスペースを節約するために格納時に 抗体格を強くすることができる。ありがとうございます。